乗務に次ぐ、本船は緊急プログラムが発令されています。
あなたは今4階と5階の間にいるわ。私がいる5階には非常用ハッチから来られるの。だけどそこはあなたが今いる場所とは全く逆側にあるのよ。
Thank you.
てよかった。そう、あなたも記憶がはっきりとしないのね。きっとコールドスリープから目を覚まして間がないからだわ。しかも強引にね。目が覚めた時には地球の空が見られると思ってたのに。ねえ、あなたも見たでしょ。うん、見たとは言わないわね。今この船で何かが動き出して、何かが起こっているのよ。ローラ、私たち一体どうなってしまうのかしら。とにかく他の5人と連絡を取り合うのが先決ね。ローラ、無事だったようだね。よかった。やっぱり君は僕がいなくても一人で平気な女なんだね。さっきの衝撃でやられてしまったんだ。サマータワーの方は今のところ安全だが、この怪我じゃちょっと動けそうもない。なんとか君たちの方からこちらへ向かってくれないか。彼、ああ見えても本当はしっかりしてるのよね。頼りにしてあげなきゃ。ロニー、なんてひどいこと。面白い夢を見たのよ。地球に着いたら真っ先にあなたに話そうと思ってたのに。ねえ、嘘よ、嘘に決まってるわ。私きっと夢の続きを見てるのね。あんなに楽しい夢だったのに。あなたパーカーのこと知ってたのね。どうして、どうして、あなたには分からないのよ。あなたの恋人デビッドは生きてるんですもの。さっきの衝撃でやられてしまったんだ。サマータワーの方は今のところ安全だが、この怪我じゃちょっと動けそうもない。なんとか君たちの方からこちらへ向かってくれないか。
どうしたんだい？ああ、思い出してくれたのかい？また冷たく忘れたふりでもされてるのかと思ったよ。地球にいた頃から君から電話をもらうこともほとんどなかったからな。こんなことでもない限り君が僕を当てにしてくれるなんてことなかっただろうし、僕らにとってはいい事故だったのかもな。ローラ、君が手を差し伸べてくれさえすれば、僕はいつだって君の力になりたいと思ってるんだ。早く会いたいな。待ってるよ。ねえローラ、これからサマータワーに行きましょう。さっきは取り乱したりしてごめんなさい。だけどこんなところでため息ついてても全くどうにもならないわ。私がそんなことじゃきっとパーカーだって悲しい。倒すのよエネミーよ。サマータワーに行ってデビッドやジョージと合流すればなんとかできるかもしれない。ローラ、サマータワーに行くためにあなたにも協力してほしいことがあるの。ローラ、心配したよ。目が少しうつろだな。どこかにぶつかったりはしなかったかい？他の連中？さあ、まだ連絡は取ってないけど、確実に死人が増えていってるようだね。ローラ、君は自分の身の安全だけを考えていればいいんだよ。むやみに外に出ない方がいいとは思うけど、今ホールタワーに行くためのキーリスクを作成中なんだ。少し待っててくれないか。いいか、奴らは凶暴だ。決して戦おうなんて考えるんじゃないぞ。あ、そうだな。君はデビッドの様子でも見てきてくれないか。
ローラ、髪が乱れてるよ。フォールタワーに行けば小型船がある。それで脱出しよう。ジョージは部屋にいたかい？尺だけど彼にも相談した方がいいな。行って様子を見てくるよ。ああそうそう、ここから脱出するにあたって重要な問題があるんだ。君と僕とのことなんだけど、戻ったら話すよ。デビッド？彼ならもう用事を済ませて帰ったけど。なあ、ローラ。君はデビッドのことどう思ってるんだ？みんなの話だと、君たちの間には特別な感情が。まあ、いい。生き延びることができたら詳しく聞くことにしよう。
いよ、まったくこんな始末じゃ会社に戻っても昇進の見通しもないだろうな。はあ、我々があの星に行ったのは奴らをエネミーを捕獲して地球に持ち帰るためだったのさ。生物兵器として軍に高く売りつけるためにね。僕は反対したんだよ。あんなものに関わったらろくなことになりはしないんだ。教えてくれないか。どんな気分なんだ、自分が人間ではないと知るのは。ローラ、君とデビッドは我々を補助し、なおかつ監視させるために会社がこの船に乗せたロボットなんだよ。
僕が君のメモリーの中に様々な記憶と知識を入れてあげたんだよ。空の色、鳥の名前、地下鉄の料金、三角形の面積の出し方、幼い頃の父の思い出、母の思い出、懐かしい故郷で樫の木に腕を回したこと、全てを僕が君にあげた。君が人間らしくあるために様々な記憶を植え付けた。そして最後に、君がロボットであるという君の本当の記憶を消したんだ。まずいな、まずいよ。君がロボットであることに気づかれると僕は会社に怒られるんだ。消去させてもらうよ。動くな、トラスチロン。待て。こっちにおいで。何も問題はない。これはいいことなんだよ。元の人間に戻してあげるだけなんだ。わからないのか。今のままじゃ君はロボットとして生きることになるんだよ。さあ、デビッドとの悲しい思い出も消してあげるから、さあおいで。
Thank you.
ってしまったのね。私たちはジョージたちの会社に今度の計画を、つまりエネミーを生物兵器として地球に運ぶ計画を依頼した軍の人間なの。パーカーもそうだったわ。あなたを騙してるつもりはなかったのよ。私とパーカーが結婚式を挙げた時、あなた自分のことのように喜んでくれたわね。ありがとう。あなたは大切な友達だったわ。もしあなたもそう思ってくれてるんなら、私の言ってることを信じて。ネローラ、あなたはデビッドのことを愛してたんでしょ。それが何よりあなたが人間である証拠じゃない。もし今は分からなくても、きっといつか彼の愛に気づく時が来るわ。その時があなたの人間としての誕生日なのよ。私は乗らないわ。私が帰る場所はパーカーがいる場所なの。あなたならわかるでしょ。これデビッドのメモリーよ。一緒に連れて行ってあげなさい。行かなきゃ、彼が待ってる。早く逃げるのよ。乗員は地球避難してください。自動爆発プログラムが開始されました。
ボイスレコードナンバー024、ローラ・ルイス。ビークル寺秋から小型船で脱出に成功しました。パーカー、マーカス、ロニー、ジョージ、キンバリー、デイビッドの6名は死亡、生存者は私、ローラ・ルイス1名。これから地球に向かうため、コールドスリープに入ります。今晴れているかな。
ボイスレコードナンバー025、ローラ・ルイス、地球の青い空を確認しました。